お客さんの笑顔のために、誰にでも愛される中華を探求し続ける広島四川飯店料理長大康則さんの登場です。さあ、今週からラクーマクッキングは再びスタジオでの生放送でお届けしていきます。今日は大さんです。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。よろしくお願いします。もう青山さん、はい、大さんです。大さん本物ですね。あ、大さんだ。帰ってきました。過去の VTR じゃない。いやテイクアウトのお弁当すごく美味しかったです。 ありがとうございますね。大盛況でしたよね。おかげさまで。ありがとうございます。はい、またこれからも素敵な中華のレシピ教えてください。はい、お願いします。さあ、そんなラクーマクッキングですが、今週のテーマはスーパーなどでも1年を通してよく販売されている常備野菜で1週間でお送りしていきます。今日は大さんにこちらを教えていただきます。じゃがいも入りのチンジャオロース。大さん、チンジャオロースというと、まあ、ピーマンと牛肉というイメージがありますけど、はい、今日はそこにジャガイモが入ってるんですね。そうですね、ジャガイモが入ってこう食感も楽しいチンジャオロースになると思います。そうですか、食べ応えもしっかりありそうです。ぜひ皆さんも今日の夕食などに作ってみてください。それでは早速クッキングスタートです。はい、それではまずそのジャガイモから切っていきます。はい、こちら皮を剥いて準備してあります。はい、はい、大体今日 100g ぐらい使うので、これぐらい使いますね。大体半分の2ぐらい。はい、でまず薄く切ってあげて、これを安定させます。安定しますよね。まず安定させる。1回取ることによって、でこれを薄切りにまずしていきます。およいしょ。横、はい、あ、横にスライスするんですか。いや、いいんですよ、縦でもいいですけど、まあ、横にするとこう指と包丁との距離で同じ薄さに切れるので。はあ、確かに今ここまですごい均等に切ってますよね。はい、スライスされてますね。指先で厚みを測って、はい、その下に包丁を入れて切っていきます。青山さん、あんま横にスライスって聞かないですよ ね。今一瞬縦にしましたけど大さん。大さんのさすが腕が落ちてないですね。あの、仕事はしてましたんで。これいいですね。あとテレビ的にもすごく見てて楽しいです。はい、でもこれ怖いなっていう方はもちろん縦でも大丈夫。縦で大丈夫、大丈夫です。そうですよね。はい、そしたら並べてあげて。綺麗な均等なスライスですね。はい、これを縦に切れば細切りになりますよね。あ、気持ちいい。爽快。わ、なんかちょっと長細くなっちゃったりとか、その断面だけが広くなったりとか、はい、よくするんですけど、これも本当均一ですもんね。そうですね、はい、まあ、縦に切っても同じように丁寧に切ればできるはずです。はい、じゃあこれをちょっと水にさらしておきます。じゃがいもは水にさらします。はい、こちらは基本の木になります。はい、じゃがいもやっぱりでんぷんが出ますので、後で炒めるときにこう粘り気が出ちゃいますから、ここで水でさらして少しでんぷんを落としておきます。わかりました、粘り気を抑えるんですね。はい、じゃあ続いてピーマンを切っていきます。はい、ピーマンはまず縦に半分に切って、で中の種を取り出します。まあ、チンジャオロースにはピーマンはもう絶対欠かせないですよね。チンジャオロースのチンジャオが中国語でピーマンなんで、ピーマン入ってないともうチンジャオロースじゃなくなっちゃいますよね。ロース、ジャガイモロースに、ね、今日なってしまう。はい、で種を取ったらピーマンも同じように細切りにするんですけど、縦の細切りじゃなくて横の細切りにしてやります。ここも横ですか。はい、私いつもこう縦で切ってました。縦にするよりもやっぱ横の方はこう味とか肉とかと絡みやすくなりますから、今日は横でこう薄く細切りにしてやります。横にすると味とかが絡みやすくなるんですね。そうですね、はい、で同じように赤ピーマンも細切りにして準備してあります。赤ピーマン2分の1個今日は使っていきます。はい、で続いて肉ですね。今日は牛肉の焼肉用のものを用意してあるんですけども、焼肉用のものをこう細切りにしてあります。はい、今日は焼肉用の牛肉 100g を細く切ると。そう、もう細、厚さのある薄切りじゃないですか、焼肉の肉は。だからもうそれを切るだけでこう細切りになりますので、今日はこれを使っていきます。はい、はい、ここに下味を入れていきます。はい、まず塩を少々と、はい、胡椒、塩胡椒少々です。はい、お酒小さじ1。はい、醤油です。
醤油は小さじ2分の1です。はい、これを入れたらしっかりと味を揉み込んでやります。はい、こちらがうま技です。え、はい、先に肉に下味を入れることによって肉の旨味を引き立ててやります。もうじゃあお肉にすぐ下味を入れちゃうんですね。そうですね、はい。これ臭みとかも違うんですか。そうね、醤油を入れましたけどやっぱ醤油を入れることで臭みも抑えられますので嬉しいですね。はい、一石二鳥。はい、しっかり揉み込んだらここで片栗粉をまぶします。片栗粉は小さじ1です。はい、肉の周りを片栗粉でコーティングすることで最後タレと絡みやすくなります。うん、そこも嬉しいポイントですね。はい、で今度片栗をするとこうひっつきやすくなりますよね。はい、ひっつきやすくなったのを今度はここで油を入れてやります。サラダ油、はい、大さじ1ですね。はい、サラダ油を入れて炒めると肉同士がひっつきづらくなりますので油をなじませてやります。へー、確かにお肉同士がくっついちゃってこうなかなかほぐれないなっていう時ありますもんね。そうですね、はい、で肉はこのように準備しておきます。はい、そしたら今度じゃがいもを茹でていきます。はい、たっぷりのお湯を沸かしてそこにじゃがいもを入れます。はい、先ほど水にさらしてでんぷんを取っておいたじゃがいもです。はい、直接炒めるだけだったらやっぱ火が通りづらかったりするので、はい、まずちょっとお湯で茹でて火を通していきます。はい、はい、その間に合わせ調味料を作っていきます。はい、ここにまず砂糖です。砂糖は小さじ2です、はい、お酒です。お酒も同量です、小さじ2、はい、醤油です、大さじ1、はい、でオイスターソースです、はい、小さじ1です。はい、入れたら あと胡椒ですね、胡椒入れます。少々、はい、入れたらよく混ぜます。あ、これで合わせ調味料ですか。そうですね、はい。でもお家でもよくある調味料たちでできるんですね。ありますよね、もしないとしたらオイスターソースですね。あ、なかったらなくても大丈夫です。なくても大丈夫ですか。入れたらより美味しくなるだけで、はい、なくても美味しくできます。でもぜひ入れたいです。はい、じゃあここで水溶き片栗粉を入れます。ここに水溶き片栗粉が小さじ2、はい、で鶏ガラスープ、なかったら水で結構です。鶏ガラスープまたは水が大さじ1となっています。はい、これで合わせ調味料できました。はい、はい、そしたら、はい、はい、いきますね。じゃがいもどうですか。はい、じゃがいももうだいぶ沸いてきて火通ってきているので、ここにピーマンも入れてやります。はい、じゃがいもを茹でてるお湯にピーマンも入れて一緒にボイルします。はい、ここでも野菜を一緒にしちゃうんですね。はい、でまあじゃがいもとピーマンが混ざるかなぐらいでいいんですけども、やっぱりピーマンの食感を残したい、生かしたいので、はい、ここではボイルしすぎることなく、まあ、混ざるかなぐらい、もうこれぐらいで取り出してやります。お湯から取り出しておきます。はい、へー、さっとボイルして、そうですね、これ余熱でも火が通りますのでこの状態でまず置いときます。これが今日のうま技ですね。はい、はい、じゃあ続いてフライパンに行きます。はい、はい、熱したフライパンにサラダ油をなじませます。はい、はい、じゃあここに牛肉を入れて炒めていきます。先ほどの牛肉、チンジャオロースの主役ですね。はい、で肉に、油を最後まぶしてありますから肉同士がついてもすぐ剥がれやすいと思います。確かにそうですね。でも大さん、そのコロナウイルスでお店の営業がなかなかできないときに、はい、テイクアウトを主にされてたじゃないですか。そうですね、はい、あのテイクアウトもすごく大盛況だったんですけど、そろそろ営業も再開されるんですか。そうですね、今お昼はずっとまあ営業はしてたんですけど、で夜はまあ自粛してて、で夜の営業は明日から、お少しだけ時間短縮はしますけど、はい、明日から再開します。そうですか、ようやくという気持ちもありますか。いや、ようやくですよ、1ヶ月以上夜営業してなかったんですから、ね、はい、うん、じゃあ今日はちょっと仕込みとかも忙しいですか、夜は。そうですね、多分ね、今若い子が頑張ってるはずです。あ、そうですか。いや、またね、その四川飯店の味を私たちも食べに行きたいです。はい、で牛肉を炒めてこうパラパラに火が通ってきたら、ここで白ネギのみじん切りを入れます。ここで白ネギのみじん切りが 20g 入ります、
で白ネギのみじん切りも加えて炒めることでネギの香りも引き出してあります。わあ、ここにネギが入ることがまたなんかアクセントになりますね。そうですね、うん、はい、でネギの香りも上がってきたら先ほどボイルしたピーマンとジャガイモこれ戻し入れます。ここで全部一緒になります、はい、うわー美味しそう。ピーマンの色も鮮やかに出てますね。なんかあんまりボイルしすぎてないからその分なんかこうちょっとシャキシャキ感も分かりますね。綺麗。入って全体に炒めたらここで先ほどの合わせ調味料ですね。片栗が下に沈みますのでもう一度よくかき混ぜて、はい、入って全体に回し入れます。はい、ここで先ほどの合わせ調味料に入りました。はい、であとはもうタレが全体に絡むように炒めて、はい、これでも盛り付けます。はい、いやこれはもうご飯が進みそうだ。ご飯に合いますよね。はい、もうスタジオもあチンジャオロースっていうその牛肉とかのもいい香りがしてます。出来上がりです。はい、こちらでジャガイモ入りのチンジャオロース調理時間30分で完成です。さあそれでは今日の料理をおさらいしておきましょう。じゃがいもも千切りにして使うんですが、切った後はでんぷんを落としてから使ってください。これが今日の基本のキーでした。肉にもあらかじめ下味を入れることで旨味が引き立ち臭みも抑えられます。そして野菜の食感を生かしたいので茹でるときはさっとで大丈夫です。常備野菜のじゃがいもの入った食べ応えのあるチンジャオロースです。ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、ということで大さんもうすごくいい香りもしていて、で野菜を炒めすぎてないので本当シャキシャキ食感がしっかり残ってるんですよね。そうですね、ピーマンシャキシャキですね。はい、本当にあのご飯の進む料理ですのでぜひ皆さんも作ってみてください。明日は柿崎先生に豚肉とわかめの炒め物とレタスの味噌汁を教えていただきます。大さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。